旧インターネットアーカイブ本部、新インターネットアーカイブ本部、インターネットアーカイブは、www マルチメディア資料のアーカイブ、閲覧サービスとして、有名なウェイバックマシンを運営している団体である。本部は、カリフォルニア州サンフランシスコのリッチモンド地区に置かれている。アーカイブにはプログラムが自動で、または利用者が手動で収集した、ウェブページのコピーが混在しており、これは、 www のスナップショットと呼ばれる。その他、ソフトウェア、映画、本、録音データなどがある。アーカイブは、それらの資料を無償で提供している。アーカイブは1996年に、ブルースターケールによって設立された。公式サイトによれば、その使命は、以下の通りである。大抵の社会はその文化、歴史遺産の保存を重視している。 そのような資料がなければ文明はその成功または失敗から学ぶための手段も記憶も持てない。我らの文化は現在電子形態での資料を大量に生産している。アーカイブの使命はこれらの電子資料の保存を支援し研究者、歴史家、学会のためのインターネットライブラリーを構築することにある。アーカイブは アメリカ議会図書館やスミソニアン博物館などの他、機関との共同も行う。インターネットアーカイブ公式サイト人類の知識と遺産を保存してそのコレクションを公開するというその目標からか、アレクサンドリア図書館に例えられることもある。インターネットアーカイブウェイバックマシーンは、インターネットアーカイブが保存する、ウェブアーカイブを閲覧することのできるサービスである。インターネットアーカイブの 最もよく知られたサービスの一つであり、時にインターネットアーカイブがウェイバックマシンと同義に使われることもあるほか、ウェイバックマシンがその背景のウェブクローリングを含んだ意味で使われることもある。ウェイバックマシンを使えば、ウェブページが保存された時点の状態を閲覧することができ、また、セーブページに URL を貼り付けることで、 そのページをその場でインターネットアーカイブのウェブアーカイブに保存できる。インターネットアーカイブはウェーバックマシンの技術を3次元インデックスと呼んでいる。ウェーバックマシンで閲覧可能なウェブアーカイブは1996年のサービス開始当時はアレクサインターネットから提供されたデータが元であったがインターネットアーカイブは2010年後半から 独自の大規模ウェブクローリングを開始し、現在では自身で収集したデータが半分以上を占める。以前はデータ収集から公開まで半年から1年かかっていたが、独自のウェブクローリングと2013年の技術革新により、数時間から1日で公開されるようになった。また、セーブページで保存されたものは即時に閲覧可能である。ウェーバックマシンが保持している。 データ量は2001年時点ではおよそ100テラバイトに過ぎなかったが2004年時点で1ペタバイトに達し月に20テラバイトの割合で増加を続けている2003年に報告された増加率は月あたり12テラバイトであったので1年でおよそ倍の速度になったこれは議会図書館など世界最大規模の図書館の文書量をはるかに上回るものである そして2012年にはデータ総量は10ペタバイトを超えた。保存されたページ数では2015年6月現在で4820億に達し、1週間あたりおよそ10億ページの割合で増加中である。このデータのコピーは新アレクサンドリア図書館にも保存されている。ウェイバックマシンの過去のページの再生表示は様々な理由により不完全であることがある。 例えば、アレクサインターネットから提供されるデータには、HTML ファイルしか含まれていないため、2010年、以前のアーカイブは、ページの画像などが表示されないものが大半である。また、Web クローリングの技術的制約により、Web ページの再生に必要なデータすべてが収集されないことや、Web ページの再生表示技術の制約などにより、ページ表示が正常に行われないことなどは、 特に最近の高度に動的なウェブページではよく見られる。また、ウェブページを構成するスクリプトや画像などの部品は、ページの HTML と同時点で収集されたものとは限らず、1年以上の時間差があることも稀ではない。さらに、一旦収集されたウェブアーカイブが、関係者の要請やロボッツ、TXT の配置により、ウェーバックマシンから取り除かれることもある。 ウェイバックマシンという名称は、ロッキーブル・ウィンクル賞の一シーンから取られた。このアニメシリーズは、学者風の蝶ネクタイをした犬のピーボディ先生と、人間の助手シ,シャーマンが、ウェイバックマシンと呼ぶタイムマシンを使って、歴史上の有名な事件にちょっかいを出すという、コメディアニメである。公的な保存とは、別途、個人のレベルでも、特定の個人が、インターネット上に運営していた。 ウェブサイト、ブログを個人の死後も管理、保存することがどのようにして可能かといった話題もウェブマガジン、ウェブニュースなどに出てくるようになった。保険会社などが遺言の執行と合わせてこうしたサービスを行っているようなものはないが難病での闘病生活を送った人のドキュメントや様々な公益的で共有すべき内容を持ったもの、オンラインソフトウェアの開発サイトなどが関係者によって 保存、維持されている例はある。こうしたものには、ウェブサイトを保存しているものと、個人を追悼するためのものとが混在している。ウェイバックマシンは、米国著作権法のフェアユース規定に基づいて、ウェブアーカイブを構築している。ウェイバックマシンは、目的の性質上、フェアユースが成立するため、2009年時点では、ウェイバックマシンに対する、著作権侵害訴訟が起こされたことはない。 しかし、後日のインドからのアクセス遮断のように、フェアユースに該当するとは思えない情報の収集も行っているのが実態である。またインターネットアーカイブのデータベース的側面としては、現在の特定 URL を必要とする形以外のアクセス方法として、2003年9月、インターネットアーカイブに保存されたウェブページ全体を対象にした検索エンジン、 リコールのベータ版が公開された。検索した単語の頻度をグラフ化して表示する機能があり、ネットワーク上の流行調査などに有益なものだったが、2004年9月中旬に停止した。これはリコールの開発者であったアンナ・パターソンがプロジェクトから離れたためである。インターネットアーカイブのフォーラムでは新たな検索システムの構築を望む声が多く上がっており、 どうこうが注目される。ウェイバックマシンは、ウェブブラウザを使った、ウェブアーカイブの閲覧だけでなく、アプリケーションプログラミングインターフェースも提供している。2015年時点では、ガール。動画、書籍、録音の多くが、パブリックドメインにあるか、クリエイティブコモンズのライセンスで提供されている。音楽部門には、コンサートでの演奏の録音を許可しているアーティストや、 演奏家による音源とともに、独立系ミュージシャンの音源も数多く含まれている。インターネットアーカイブは、オープンライブラリーの運営も行っている。ここではいくつかのスキャンした、パブリックドメイン書籍が容易に閲覧、印刷ができる形式で入手可能である。商用映画に加え、動画像コレクションには、以下のようなものがある。ブリックフィルムコレクションにはレゴによる、ストップモーションアニメーションがあり、 中には映画のリメイクものをしているものもある。エレクション2004コレクションは2004年アメリカ合衆国大統領選挙に関連する動画資料を中立の立場からまとめた資料である。インディペンデントニュースコレクションにはインターネットアーカイブのワールドエ a t ーコンペティションフロム2001のようなサブコレクションもある。最もダウンロードされたビデオファイルは 2004年のスマトラ島沖自身の参加を捉えたものとなっている。インターネットアーカイブには以下のような映画が1500本前後存在する EN スペシャルワトリンクスハーテンプレートインターネットアーカイブフィルムを参照。2002年後半にインターネットアーカイブはサイエントロジーの批判サイトをいくつもウェイバックマシンから削除した。ウェイバックマシンのエラーメッセージには この削除は、サイトオーナーの要望によるとの文言が載せられていたが、後に明らかになったところによれば、サイエントロジー協会の弁護士が削除を要求した、ものであった。この削除要求の法的根拠は不明であり、実際のサイトオーナー自身が削除を要求したものでは、なかった。2004年10月の、ポーランドテレビ SA 社体、エコースターサテライト社の裁判において、 ウェイバックマシンのアーカイブが法的証拠の情報源として使われた。ポーランドテレビは、ポーランドのテレビ局、TVP ポロニアの提供元であり、エコースターサテライトは、アメリカの衛星テレビ放送ネットワークである、ティッシュネットワークの運営元である。裁判の過程で、エコースター社は、テレウジャポルスカ社のウェブサイトの過去の内容の証拠として、ウェイバックマシンのスナップショットを挙げた。 テレウジャポルスカ社は、伝聞及び非公式情報に基づくものとして辞めさせようとした。ものの、下級審判時のアーランダーケーズは、スナップショットを伝聞とするテレウジャポルスカ社の主張を知りけ、インターネットアーカイブ社従業員による先生教述を、スナップショットの信頼性を保証するものとして採用した。2005年11月、 グレートフルデッドのコンサートの模様を収録した資料の無料ダウンロードが削除された。ニューヨークタイムズ紙の報道によれば、ジョン・ペリー・バーローは、この変化の原因として、ボブ・ウィアー、ミッキー・ハート、ビル・クロイツマンのバンドの元メンバー3名の名を挙げた。元メンバーのフィル・レッシュは2005年11月30日付で、この削除について、個人サイト上でコメントを出した。 ブリュースターカールが11月30日にフォーラムへ投稿し、観客による録音資料はダウンロードもしくはストリーム配信可能である。しかしながら、ミキサーでの録音資料はストリーム配信にのみ限られる。とのバンドメンバーとの合意に達した内容をまとめた。2017年8月からインド国内からのインターネットアーカイブへのアクセスが禁止された。 インドの映画制作会社2社が映画の著作権侵害防止のために2500兆のウェブサイトへのアクセス遮断を訴える裁判を起こしており、その中にはインターネットアーカイブも含まれていた。インド、チェン内にあるマドラス高等裁判所は8月2日にこれらの申し立てを認めている。インターネットアーカイブ側はブロックした電気通信局と連絡を取ろうとしているが、 返答がない。ネット上のすべてのデータを収集するサイトである。性格上、そのホスティング環境は巨大なものである。2009年までは HDD4 台を搭載した800台の Linux クラスターで運用していたが、2009年春に3マイクロシステムズのサン f i r e X4563 台のクラスターに変更された。OS はで、 1>, 1台あたり 1TBHDD を48台搭載、ファイルシステムは ZFS を採用していた。施設には専用の3モジュラーデータセンターを使用していて、全データが輸送用コンテナ一つに収まっていた。これはその後次第にパトバックスと呼ばれる独自設計のラックマウント型 Linux サーバークラスターに置き換えられ、現在はパトバックスの第2世代が稼働中である。 カリフォルニアベイエリアに3つのデータセンター拠点を持つ。閲覧する Web ブ,ブラウザについて2019年8月頃からインターネットエクスプローラーで保存一覧を見ることができなくなっている。Google Chrome では従来通り閲覧可能。ありがとうございます。